皆さんこんにちは、メロンクーです。今回は無限突進でレースをしてみたいと思います。無限突進とは、壁にぶつかるまでオッチンが突進し続けます。これの入手方法は、オッチンのスキルを全部解放した後に出てくるので、かなり終盤でゲットできます。無限突進はスタミナが減らないので、これを活かしてレースをしていきたいと思います。今回はこの4つのコースでレースをしていきます。ピクミンカップの日だまりの庭、花吹雪の楽園、巨人のかまど、追憶の原生林。まずルールとして、ぶつからない、拠点からスタート、一周する。そしてコースのルートは自分で決めます。それではオッチンレースをやっていきます。まずは最初の拠点から左の端に向かい、そしてすぐに右に曲がり、壁を壊した道を通ります。わかりやすいように印をつけておくといいでしょう。そしてそのままベンチの下を通り、拠点にゴール。まだ1ステージなので簡単ですね。次は花吹雪の楽園です。それでは行きます。まずここの青いところからまっすぐ進み、ここは左には行かずに、水を渡ります。そして右に進み、ここも右に行きます。道が狭いので、ぶつからないように注意です。そしてここを降りたら、ゴールです。拠点にゴールしたかったけど、ぶつかるのでここがゴールです。続いては巨人のかまどです。曲がり角が多かったりするので、少し難易度が上がります。まず拠点から右斜めに進み、噴水と火種の道を通ります。そして水を渡り、右に行きます。そのまま前に進み、うまく曲がって、この橋を渡ります。そして拠点にゴールです。巨人のかまどは曲がり角が多かったり、道が狭いので少し難しかったです。それでは最後のコース、追憶の原生林。ここは沼で渡れないので、あらかじめ凍らせておきます。準備ができたので走っていきます。最後のステージなので、コースが少し長く、道も複雑です。ここのキノコに当たらないように注意します。原生生物を回収し忘れたので、障害物になっていいですね。今は原生生物を倒していませんけど、もしいたら難しくなりますね。そしてここは壁にぶつからないように、右に曲がりましょう。最後に氷ピクミンで凍らせた道を通りゴール。マップが複雑なのでルートを見つけるのも難しかったです。皆さんいかがでしたか？皆さんもぜひオッチンでレースしてみてはいかがですか？葉っぱ仙人の DLC とかで突進を使うミッションが来たら面白そうですね。では今回はこれで終わります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。